し、幻覚成分である白シビンを含有する。異名は笑いたけもどき。本木の子は、シリサイブサブヒメタリアやシリサイブシタンツェブと密な関係にある。傘ははじめ円錐、後に平らに開く。ヒダは柄に対して自家製か上昇し、やや密。柄は細長く中空。傷をつけると青変する。味や匂いに。 特徴はない。食用の奈良竹との五色の例がある。大しびれ竹は、都市の木片、積もった葉、木材くずや、落葉樹林や、庭園の道や道路に沿って群生する。時に糞に発生する。4月から7月の日本の南部やジャワ島の亜熱帯地方に発生する。禁煙種のシリ細部イ,イディアシスタイディータは、カリフォルニア州の米エリアにて報告されている。 日本での発生例は10月に山形県南陽市の豆畑に群生6月の群馬県沼田市の自宅裏には熊本、菊池市。日本での中毒例の報告は1987年が初で、その際 LSD に似た幻覚作用を持つ白ビ瓶が検出されている。その際約15本を食べた者は故意に嘔吐したが、 目を閉じると鮮やかな色彩が動く原種を見るなど体験し口の痛み、息苦しさなどの症状を提示した。幻覚成分である白シビンを含むキノコ類は2002年より日本の麻薬及び抗生新薬取締法における麻薬原料植物として鯉の所持、使用は規制されている。ありがとうございます。